赤字赤崎瀬尾赤字待ちましてー、さあ出ました、千里眼監修松そば、超絶ニンニク三昧のカップ麺を入手いたしました。どこ見てるんですかね。サムネイル撮影中でしたね。いいよーっていうね、目黒くんまばのね、千里眼で2月29日にね、ニンニク三昧これでもかやりましたよね。、はい、今年のね、ウルウドシだったんで、もう記憶なんですけど、はい、この2月29日より前に発売されてたんですよね、これ。その通りなんです。あ、そうだね、発売されたのは1月の20日なんです。はい、なので、はい、半年してようやく見つけたんですね。結構長期スパンで売ってたんだね。ちょっとだけ売ってたんだけども、マジ恐れビュー、絶望的恐れビューで、確かにこれ見て今から買いに行こうって。あのレアですよ、見つけたら。もう食べ終えてると思うけどね。これ見てくださってる方は、大体。なので、ね、ちょっとその辺をお楽しみにしててくださいこれね。まあまあまあ、まずはね、こうやってレギュラーで入ってるもの。揚げ玉が。あ、そう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 、あの辛い揚げ玉。あ、そうか。もう入ってるよ。唐揚げね。ちゃんと入ってるんですね。液体ソース温めて、5分かな。うん。捨てていきますね。このベコンってなる。結構ね。まあ、めっちゃあるある、ステンレスのね、ありますね、あ、容器にこれをですね、はい、丼に移すんですね、こうやって、あ、液体ソース、まあまあかけ、まあ混ぜ、まあそうだよな、ノーカットで見るね、混ぜましたね、早送りだったけどね。そしてね、この液体ソースを上から、あの色のソースだね、ニンニク断面ね。さあ、そして唐揚げをね、乗せていく。まあこれしか入ってないですよね、ここでオリジナル、あら、千葉県産ニンニク入れ、ニンニク三昧これでもかに、あら、さらにハウスの生ニンニク入れます。うん、そしてたまたま家にあった、これ赤崎が買ったやつですね。たまたまあったんじゃないんですね、生姜ね、生姜、そしてベビースターも入れていく、混ぜそばのように。そうなんですよ、さらにですよ、終わりません。にも絞ってマヨでガリマヨも作っちゃう。なるほど、入ってないんですよ、このカップ麺にはね。ニンニク三昧だな。そうなんです、アミノ酸と、まあ、胡椒もね、入れて、ちょっとしょっぱめにしたガリマヨね、結構入れますよ。だいぶアレンジするね、これは、ね、してますよ、これは。で、ここまでやった人はあんまりいないでしょうけど、最後は卵黄をね、落としまして完成です。着丼こちらになります。名前つけました。千里眼監修松そば超絶ニンニク鍋、自家製ガリマヨ入れちゃった3種ニンニクと北見生姜スペシャル、キュッよっ、おい、監修の意気込みつめてる。赤星監修か、赤星監修のことだいぶ。まあ、5種ニンニクという考え方もできますね。あの、自分のニンニクとガリマヨとでも、好きやでも3種チーズで限界ですからね。5種は言ってないんだからね。ハウス食品と花まさで結構もね、ニンニクの差も違うということで、ね、楽しみですね。食べて、あ、じっくりと見る時間があります。ね、いくつの間に君破れたんですね。確かに。そうですね、さっきまで破れてなかったもんね。破れてしまいました。こっち映すときにね。さあ、そして麺量少ないんで、今回いきなり全部、ね、いっちゃいます。そっか、もう惜しげもなく、ね。惜しげなくいっちゃいます。ね。これ作ってるときにね、ニンニクがすごいって言われたんですけど、いや、もうすごかったです。あ、そうです。僕はあの、この部屋にいました。なるほど。とてつもない。でもあれ、1個目の袋開けた段階だけだったんですよ。マジ、ニンニクかニンニク食ってんのかなと思いました。まあ、赤星がいた状態からその匂いしてた説は。ああ、まあね。ニンニクかニンニク食った。いや、もう。とも食いじゃねえか。みんな世界観になっちゃうけども、香りがすごいということでね。卵黄とのマリオカの組み合わせにベビースターのアクセント。これも良かったね。この相反する。カリカリととろけが。はい、ね。でこれ油揚げ麺なんで、ごぞごぞっとした食感も非常に合いますね。あ、なるほど。ニンニクに絡んでね、もう濃厚のはちゃめちゃにうまいね。デフォの味はもう分からんもんね。もうはやもうそれはもう買っていただいてね、見つけるの難しいけども。あの焦げ茶色のね、あのニンニクカラメルソースとも言われる味、これがね、まずあの根本としてうまかった。ニンニクカラメルソースって呼ばれてたんですね。呼ばれてるみたいです。あ、正式名称それなんだ。いや、正式ではないですけど、巷でね、ああなるほど、ね、それを麺に絡めると、でもニンニクが喧嘩しまくってても、あ、それはいいのか、それは。いや、本当だよ。バチバチだったよ、もう本当に。調和すんじゃないの。すごく大乱闘が起こったという意味で、調和ではなかったです。パワーアップしたって。そうです、そういうことですね。すごい早かったな。一気に、はい、10口以内で食べちゃいましたから。早いな。すごい速さで食べちゃいましたね。気づいたら終わった。ニンニクをね、増してくださいね。増し増しレベルは 71.5 ということでございます。
ね、すごいもう拳に握っちゃってる写真が。ね、はい。いやというようなね、ニンニク三昧、表現できたかなという一杯でございましたけど、ね。三昧より三昧でしたね。まあまあまあ確かにね。本当して本当のニンニク三昧これでもからと、うん、ニンニクピクルスっていうピンクのニンニク入ってるやつ、ね、あるね。そうね。あれが爆裂的に辛いんだよね本当に。辛い辛い。あとまああれか。実は替え玉千里眼っていうお店が埼玉にあるの知ってます、ね、ほうほうほう。千里眼もう1店舗なんですよ実は、うん、あ、そうなんそう、はいはい、そっちだとなんと辛い油とかもあるんですよ。へーかけてくれたりそれあの隠れ千里眼なんでね、そういったものもどんどん表現していきたい。また店舗にも行きますんでね。はい、そうですね、それもちろん、はい、ごちそうさま。Thank you.